マニュエル・ルイス・ケソン・イ・モリーナは、フィリピンのコモンウェルス初代大統領。20ペソ紙幣に肖像が使用されている。1878年8月19日に、タヤバス・シューバレル町で生まれ、サンフアンデ・レトラン大学文学部に入学し16歳で卒業。1899年、創始国であるアメリカ合衆国からの独立運動に参加するため、 サントトーマス大学法学部を中退して、エミリオ・アギナルドの革命軍に参加する。1903年に卒業、司法試験に合格して弁護士活動を1年間行った。1905年、タヤバス州知事選に当選し知事を2年間務めた。1907年の第一回総選挙に即時独立を求める。国民党から出馬し、国民議会議員に当選。 与党院内総務を務めた。1909年、中米委員に任命された。1916年、安定した政府の樹立を条件に将来の独立を盛り込んだアメリカのジョーンズ法の成立に尽力、その功績を背景に任政議会の上院議長に就任した。1935年、新憲法が国民投票で批准され、 総選挙でコモンウェルスの大統領に選出された。大統領再選の1941年12月に日本がアメリカに宣戦線布告し、翌1942年に日本がフィリピンを占領した後、渡米し亡命政府を樹立した。フィリピン完全独立を見届けることなく、志半ばの1944年8月1日に、 ニューヨーク州で持病の肺結核により成居。意外は、アーリントン国立墓地に葬られて、第二次世界大戦後の1946年に、故国のケソン市のケソンメモリアルサークルに葬られた。1967年以降、二重ペソ紙兵に肖像が使用されている。現在のケソン市は彼の名に由来する。1937年に、 ナガログ語を国語と定めたことからフィリピン語の父と言われる。1918年、オーロラ・アラゴンと香港で結婚した。ケソンとオーロラ・アラゴンはいとこ同士である。4人の子供を残した。ありがとうございます。